んにちは。本日はワークショップキットカリンバのご紹介をしていきたいと思います。木材に金具を取り付けて民族楽器カリンバのミニバージョンがお家で作れるキットになっております。ご自身でご用意するものはプラスドライバー、グリップ力があるものがいいです。そしてチューナー、今回はキーチューナーというアプリを使用しております。また木くずが出るので新聞紙などテーブルに敷くものがあるといいです。早速商品を開封していきたいと思います。こちらのスリーブを取っていただくと説明書になっています。内側には作り方が載っているのでそちらもぜひ参考にしてください。中身を見ていきます。キットの内容は木材、金属の丸棒ショート中、キーが8本に大きい穴あき金属丸棒が1つ、ビスが2本、紙やすり付きブロックが1つ、チューニングハンマーが1つセットになっております。すぐに演奏していただけるよう楽譜も1曲つけております。作っていきたいと思います。まずは木材を磨いていきます。もし台などをお持ちの方はあると磨きやすいのでおすすめです。磨く場所は表面裏角になります。まずは表面を磨いていきます。ポイントとしては木目に沿って磨いていってください。繊維に沿って磨くことで綺麗に仕上がります。触ってみて表面が滑らかになったら OK です。続いて裏面も同じように磨いていきます。こちらも触ってザラザラがなくなったら OK です。最後に角を磨いていきます。ポイントとしては引く時の持ち方をしてみて手に馴染むぐらいに角を丸くしていってください。こちらも表と裏磨いていきます。好みの形になったら磨き作業は完了です。ここでさらに綺麗に仕上がる応用編をご紹介させていただきます。別売りの蜜蝋ワックスを塗り込んであげると色ツヤが増してさらに綺麗に仕上がります。木くずを払って全体にワックスを塗り広げていってください。全体に塗り込んだら最後は空拭きして余分なワックスを拭き取ってあげましょう。ボールナットの色味がより綺麗に出ました。続いて金属の丸棒を設置していきます。金属の丸棒ショート中を木材のそれぞれ長さが合うくぼみに設置していきます。しっかりとくぼみに設置してください。続いてキーを順番通りに設置していきます。数字の書いてある面を表にして順番通りに並べていってください。続いて金属の丸棒台穴あきをビスで締めていきます。金属の丸棒をキーの上に設置したらビスを通して木材の穴へ締めていきます。その締め作業にはとっても力がいりますのでグリップ力があるドライバーや電動のドライバーをご使用ください。ここでポイントとして手で押さえながら左右のビスを交互に少しずつ締めていきましょう。横から見てキーが反り上がり簡単に指で抜けない程度までしっかり締めていきましょう。最後はチューニングをしていきます。チューニングハンマーとチューナーを使ってチューニングを行っていきます。音程を高くしたいときは下から叩きます。音程を低くしたいときは上から叩きます。ここでポイントとしてはキーの向きを整えつつ調律するキーを軽く押さえながら軽い力で少しずつ叩いて調整してください。全部のキーが調律し終わったら完成です。自分で手作りをすることで愛着もさらに増します。ものづくり体験を楽しみながら自分だけのミニカリンバを作ってみてはいかがでしょうか。オンラインストアよりご購入いただけますのでぜひチェックしてみてください。最後に1曲弾いて終わりにします。